お元気ですか？僕趣味です。今回の夕飯はですね、結構豪華でございますよ。まずはですね、こちらでございます。はい、ケチャップちゃんこでございます。豚肉、じゃがいも、しめじ、長ネギをね、あと人参もね、入れました。でね、なんでケチャップちゃんこを作ろうかと思ったんですけどね、実はね、ある元プロレスラーの YouTuber さんがいるんですよ。それ見てね、あのケチャップちゃんこの話があったんですよ。で、その作り方が教えてくださったから、ちょっと真似して作ってみようと思ったんですよね。それでちょっと試しにね、ケチャップちゃんこを作ってみました。もしこれうまかったらね、次のね、お鍋もね、ケチャップちゃんこちょっとやってみようかなと思います。で、さらにね、豪華なのね、チヂミでございます。前にですね、そうめんのね、なんかの卵焼きを作ったんですけどね、今回は本格的なね、チヂミでございます。人参、ニラ、それであとね、玉ねぎですよね。それをね、加えてね、チヂミを作ってみました。で、この上に乗ってるのはですね、タレでございます。醤油、みりん、ごま油、で、あとコチュジャン。で、辛いのがダメな方はですね、ちょっと砂糖入れてもね、美味しくなると思います。はい。で、ですね、今回はね、豪華な夕飯動画でございます。とにかくですね、まだね、プロ野球チップスカードですね、2回目ね、近日やりますので、よかったらそちらも見に来てください。よろしくお願いいたします。他に告知は特にありません。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございましたと言いたいところなんですけどね、ちょっと思い出しました。で、合体のね、カップヌードルのね、合体シリーズのね、今度ね、パート2もやりますのでね、明日やりますので、ぜひご覧ください。以上でございます。ほんとこと、ありません。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。